ガラクタやオルドです。シンクロマイズ4章が稼働開始したので価格速報をやっていきます。 LR 通常ネクロム1500円、性能は強いけどパラレル配列の頭だからこの価格。ガム2500円、配列が速いから手に入りやすい。下手すると性能面からネクロムと価格が逆転するかも。ロボライダーとデスガロン2900円、昭和人気と性能からこの値段。パラレルのデスガロンが出てから通常のデスガロンが出たらバールクスと再来。デスガロンの性能は強いです。パンクジャック3500円から3800円、後ろの配列だからかこの値段。初動は5000円でしたが価格が落ちました。理由は競合他社の情報解禁です。買うのは土日の価格変動を待ちましょう。クーガライジングマイティ4500円、配列がちょっと早いからかこの値段です。デンオーリングホーム6000円から7000円、逆に配列が遠いからこの値段です。ランクマの状況次第で上がりそう。 SR パラレルゼロノス2000円、ゼロワン2300円、スカル2500円。スカルが性能頭一つ抜けてるからこの価格。ゼロノスは手に入りやすいからこの価格。 LR パラレルデスガロン6000円、バールクスみたいになりそう。クーガライジングマイティ9000円から1万円、9000円台は買われていたので1万円です。いつもの最後ガブ15000円、早い早い、実写パラレル出すの早いって。そのせいか実写パラレルの中では安い方です。以上でシンクロマイズ4章価格速報を終わります。ご視聴ありがとうございました。